はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムーンです。さあ、トベゴリラ継続ありがとうございます。また増えてませんか？あ、83まで私やっときました。なんで？少しずつ進めてなんでおこうかなと思いまして。そう、はい、記念すべき4回目ですけど、どうしますか？今回は趣向を凝らしてガチャガチャとかからやりましょうか？いいよ。はい、じゃあ回しますよ。次の抽選機出しましょうな。ギガって、そう、出るっしょ次の。まあ次のは出るだろうな。次のは出るっしょ。いやー、すごいっすね。すごいね。だってバランの価値今もうすでに倍になったね、ダイヤモンドを見てください。来たね。もうバランの価値3倍になりましたね。そうですね。はい、ああもうどん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 いく。いや、抽選機出ないね。抽選機出ないね。ダイヤモンド出るんだけどね、やけに。 1.18% ダイヤモンド何パーぐらいなんだろうね。ねえ、あ、次の抽選機やっと当たりましたね。さあ、今回が 6.40 メガだったわけですが、1回転するのね。はい、はい、じゃあ次見ていきましょう。はい、128メガ。なるほどね。でダイヤモンドもとうとう 1.89M 回しましょう。減る。あー、すげー減る。もりっといくね。すごい減った。でもバランの価値で始めた時のいや、すごいね。うわ、終わった。うん、10倍以上になってる。いやー、すごいわ。やっていこうか。あ、いいよ。はい、うおぉ、はえ。あー、なるほどね。そこ右左ね。まあ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 、はいはいはい、覚えてからけな。そうそうそう、バナナも取りたいね。おい、欲張った。ここな。はいはいはい、ここな。おー、いいね。ここな、ここな、ここな。おー、いいね。ここな、ここな、ここな、ここな。左右右左。エネミー海馬社長じゃん。エネミーコントローラーみたいな。エネミーコントローラーみたいになってるよ。左右右左左か。最後。左右右左右。オッケー。行くぜ。エネミーコントローラー。左。え。難しいですね。難しいですよ。左。もう君行くの面白いな。気をつけます。もう次は行きます。次は行きます。次は行きます。行きますよ。左、右、右、左、右。行こう。左、右、右、左、右。OK。エネミーコントローラーも決まりましたね。海馬社長も来てくれました。はい。いいね。やっとだ。やっと進んだね。やっと進んだ。あ、でもここはなんか簡単だな。ここ。お、初見クリア。しかも次ボーナス。あ、嬉しい。行くぜ。バナナ取っちゃうよ俺。ラッキーバナナ。あ、1個逃したね。死にてえわ。でも141ギガあるからね。やーべ、金持ち。あ、金持ち。バナナかな。まあ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 。いや、今の一撃クリアは気持ちよかったね。気持ちいいね。うん、まあ、確かにステージ簡単だったというか、なんかそのあれだよね、この振り子が見やすかったよね。そうだね。うん、あんなのもう87ステージぶりぐらいですよ、初見クリアは。最初以来じゃない。最初。ちなみにここ3回引っかかってるんで。今、うん、いつ言おうか。いつ言われるか俺もドキドキしながら。はいはいはい、出た。リアルリアルリアルしたうちに。2箇所塞いでくるやつな。平気なんだ。ああ、オッケーオッケーオッケー。あ、しかもバナナ結構取って、はいはいはい、いいですね。はい、いいクリア。ああ、避け方が、うわあ、うわあ。今奇跡が、今クリアしたかった。もう次からめっちゃ引っかかるかもしれない。次からめっちゃ引っかかるよ俺。宣言するよ。運が良かったな、ね、これ ね、もうダメだよ、これ避けれねえよ、こっからもう無理だよ。あ、今回これが多いとこなんだね。ね、難しいわ。全部真ん中突っ込むと。あ、やってみよっか、せっかくだし。まずここからほら。あ、ダメですね。2個目からダメですね。
避けろってことやな。あー、はい、まあいろいろね。1個目はまだ真ん中でよかった、ね。そうね。あなんだ今の。なんだ今の。怪しいぞ。わかんねえんだよな。怪しい判定だったらこ、うん、ここの位置、ここの位置にいるとなんか避けれる気がする。あれこれ裏技じゃないこれ。あれあれ気づいたか。とう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 気づいちまったか。とうとうこのかあのねこれが今左に寄ってる状態ね。ああここ。おおお止めゴリラ攻略止めゴリラ攻略したかこれ。いやたまたまかもしんないよまだ。まあまあわかるよまだたまたまかもしんない。でもねこのこのあごめん今左寄ってた、まあまあね、今左寄ってた。わかるわかるわかる、うん、え大発見大発見しまったかもしんない、うん、この45度あちょっと待って今まあまあまあちょっとね、うんうん、難しいんだよこの45度保つのも。これ90度じゃん、うん、これズッポンはこの45度に弱い。45度に。お。45度に45度に。おいいね。いい45度。あここ何回も。45度火を取られすぎなんだよな。そうね。あでも45度でかいよ。わかるよ。だってね、うん。今まで苦労してたやつでしょここ。45度か。45度だ。お前45度よこれ。45度ゴリラ。89ステージ目にしてな。あーすげえ。あ、失礼。まあでもとっさに45度できないよな。難しい。これがとっさにできるようになったらもう俺はもうプロゴリニスト。あ判定が謎な時があるんだよな。そうね、ほら今のね、うん、今のなんかもう何って感じじゃない。確かにな。くそ危なかったね。マナバナナにマナバナナにちょっとねヒヤッとさせたな、はい、ヒヤッとさせたことは謝るよ。1個残しとない。嘘、うん、もういいやこの際、はい、おお見せるね俺も直前避け、うん、おっ取っていくやり。あれなんか慣れてきちゃったね慣れてきちゃったね俺ねこのゲームに。あー調子乗ってると死にまくるぞ。あべ俺このゲーム楽しくなってきたぞ俺。本当？うん今エーペックスより楽しいわ。エーペックス超えた今これ。あいやみんなもじゃあ課金してみてくれよなって感じだからね。全然いいよ実力が試されてるもんな、うん、おおないよこんなんなかなか、うん、うまい。俺じゃないいいんですかい、いいんですかいこれ。罠バナナもちゃんと避けてな、うん、お今のひよこよけうま慣れちゃったよこのゲーム。今のひよこよけうまいこのゲーム慣れちゃったんだけど今よくよけたな。あ俺これで食ってここれで食ってこプロリーグとかあるプロリーグ俺レイジ行こうこれ飛べゴリのレイジ行くわ俺。あなんかあ待って早くなってない。マジで。うんいやなんかこの左右に揺れるの早くなってないかな。そんなことない。なんか若干早い気もするな。あ、左右に入れるの早くなってないかこれ。そんなことないかな。そんなことないかもしれない。どうだろう、うん、分かんないよ。だんだんは早くなってるはずなんだよね。なるほどね。まあでもだんだん早くなるならいいよね、うん、慣れてきてって感じ。おっと危ない。100ですよムーンさん。さあ次100じゃん。伝説のこれでクリアかな。違うと思うけどね。何の変わり映えもないステージで笑うな、うん、そうね。だってもう次101ですよってもう上に書いてあるしな。本当に何の変わり映えもないね。何の変わり映えもない。せっかく100まで来たのにねえ。なんか変わってほしかったわ。うん、わかんないと思ってたけど。あ、今のいいんだね。あ、そう。いや、早くなってるな。なってるよね。早くなってると思う。うん、うん、俺もなってると思うよ。だってさ、音楽聴いてくれよ、ちょっと。おかしいよな、音楽。いや、もう分かんない。俺今初めて音楽聴いたから。今までで初めて今音楽聴いたから。絶対早くなってると思うよ、うん。ガチャガチャするか。いいね。あ、まあ、一番上でしょ、まあ、一番上。一番上だから、一個あげるか。一個レベル上げちゃってな。ね、もう一個いっちゃうか。あー、いいんじゃねえか。もう一個いっちゃうか。まあそうか。あー行こう。はいはいはい。うーおーバナナ。待って。何がどうしたの。ダイヤモンドが出ました。ちなみに。うん。3.8M。
もうすごいよ。で俺は覚えてる、うん、こうダイヤの、あ、いたね、そうそう、ダイヤの確率が上がるやつを 8%、 8%、これこれこれにした状態で回すともっと出るんじゃない、ダイヤが。確かに、うん、8% 上がればなかなかでしょねえ、うん、ほら出たよ早速ダイヤ、うん、ダイヤ 8% 上がるのか。バナの価値もう1ギガになる、うん、すごいことよ、すげー上がっていく。もう1個あげてよかったんじゃない、まあいいけど。あ、出た出た、オッケー、次行こう。ゴールド128ギガ、うん、1回あげよう、1回あげてみよう、1回あげて回そう。いや、ここでダイヤ出したらお前たまんないぜ。うわ、バナナの価値、バナナの価値すげえバナナの価値すごいな。1個バナナ取るたびに12ギガ、はあ、すごい。あー、でも減るのも早い。あ、うわー、ダイヤモンド出た、39メガ、すごいね。ガチャも行くか、引こう。いや、なんだろうな、なんかさ、うん、まあ本編も早くなってきて、うん、なんだろう、そのちょっと盛り上がりを見せてきたよね。はいはい、はい、で抽選機もなんか結構回すと楽しいじゃん。はい、これが一番つまんなくない一番のゴールのはずなのにな一番のこの引くやつがさ、うん、まあ、ニュー出ても別にだもんな、うん、もうな、えっていう感じ。確かになんかここもうちょっと欲しかったな、ね、ここのために頑張ってんのに、うん、ここが一番つまらないっていうそう、なんかその10連とかできてもいいしさ、まずさ。そうだね、あともうゴリラに変わり映えがあって、うん、あ、こんなゴリラ出るんだだったら嬉しいんだけど、まあなんか手抜きゴリラがいっぱい手抜きゴリラが羽が出てもゴミって出るだけだしな。うん、そうなんだな。まあ一応ね、はい、まあ3回続いて、そうですね、筋トレのルール的に、まあ、隠れルールみたいなね、隠れルールみたいなのがありますけど、なんか3回だか4回だか続いたらレギュラー化っていうことですけど、まあとにかくこれで筋トレでゴリラはもうこれが最後、うん、そうですね、筋トレで上がるのはもう最後、来週からは違うの。まあそうね、あれですよ、これみんなに何て言われてるか知ってます？飛べゴリラが上がってた間の筋トレの何、失われた1ヶ月って言われてた筋トレ失われた1ヶ月って言われてて知らねえ、なんでそんなかっこいい名前ついてんの、うん、悲しい俺も。はい、ということで、はいはい、1ヶ月にわたって、続けてきました飛べゴリラですが、はい、この動画1250高評価でなんとレギュラー化ということでおめでとうございます。ありがとうございます。まあもちろんそらな、なんだよ、もちろんそりゃやってくれっていう要望があるのであればもう我々はもう視聴者の皆さんに、ね、はい、あのご要望に応えるだけであって、でもよく考えてほしいと。まあそうだね、うん、まあこれが上がることによって、まあ、別の何かの動画が上がんなくなる可能性があるよね、一応これを撮る時間だったわけだから。うん、うん、まあだって今もうすでに1時間経ってるからね。そうですね、この1時間があればやめとこうかこういう野暮な話すんのやめとこうかああそうっすね、そうよ、はい、その分撮る時間を増やせばいいだけじゃん。そうだよ、我々がな、うん、飛べゴリラデーを作ればいいわけじゃん。嫌だ絶対嫌だ、飛べゴリラ1日やる日絶対嫌だはい、はい、ということで、皆さんにかかってます。はい、ということで飛べゴリラでした。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。